皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらに出ているプロッターのリス塩ナローサイズのワインの使用3ヶ月のエイジングについてお話ししようと思います。よければ最後までご視聴ください。こちらのリス塩ナローに関してはちょっと特殊で、去年の11月に購入、そして去年の12月に村上瑠衣さんのアンティークカスタマイズを受けています。そして去年の年末ぐらいから実際に5行日記として活用しています。使用して3ヶ月が経ったところです。今日はそこでエイジングについてお話ししたいと思います。アンティークカスタマイズを受けたことによって元の皮から結構変化しているので、開封の動画、それからアンティークカスタマイズの動画上がっていますので、どんな様子なのかっていうのはそちらをチェックしていただければと思います。こちらの手帳は5行日記としてほぼ毎日活用しています。3ヶ月使っていくうちに細かい傷とかもちらほら出てきました。この辺のへこみとか、この辺のサッとした傷とか、ちょこちょこっと傷がついています。そしてつい最近できた一番大きな傷がこちらです。ここにサッとあるんですけど、これ私の爪じゃないんですよ。こんな感じでペンをセットしているプロッターも他にあるんですよね。でここのクリップの部分がちょっとこのいい感じのペンとか使っているとクリップってこうプラスチック製じゃないじゃないですか。金属製のやつで先っぽが尖っているようなものもあるんですよね。例えばこのパーカーさんとか尖ってると思うんですけど、こういったものがその他のバインダーについていて、それがこう取り出す時にグワーって引っかかったのかな。あとはミニロクが横に来ていて、そのミニロクのバックプレートが引っかかったのかなとか、原因は定かじゃありません。でもその本棚に入れて出してる時に起きた現象のような気がしています。ウェブロと違ってリス塩は傷が目立ちやすいですね。でアンティークカスタマイズを受けるときに傷が目立ちにくくなるみたいなお話確かされてた気がするんですけど、私が3ヶ月使ってみた感想としてはあまり目立ちにくさっていうのは実感していません。皆さん画面越しなのでやっぱちょっと見づらいかなとは思うんですけれども、この辺にもやっぱ傷ありますし、至るところに本当に細かい傷がちょこちょこついているんですね。こう光の加減とかでも傷の感じとかいっぱいササササってありますよね。こんな感じです。アンティークカスタマイズを受けるときにもちろん新品のプロッターでもできるけど、自分がある程度使い込んだプロッターの方がいいみたいなお話があったので、それはもしかしたら使い込んで傷がついたものの上にこのカスタマイズを施すことによってついた傷が目立ちにくくなるというもので、私のようにカスタマイズしてもらうためにプロッターを購入して使わない状態、傷がほとんどない状態でこのカスタマイズを受けた場合はカスタマイズをした後に傷がつくので、結局あまり効果がないのかもしれないですね。でもこのカスタマイズをしたことによるこのムラ感とかっていうのはそのまま残っていますし、相変わらず気に入っています。かっこいいですよね。内側もこんな感じでしっかり残っています。で5行日記も一応ちゃんと続いています。その日に書けなくても翌日に書くとか、そんな感じで今のところ空白の日がない状態でちゃんと書けています。もう3ヶ月続いていますので、これはもう習慣化できたって言ってもいいかなって思って
います。この調子でこの年内のエフィルすべて埋め尽くしてみたいですね。ちなみにバックプレートの方はめちゃくちゃ綺麗な状態のままです。このアンティーク加工をしたことによってワインの色にところどころ黒が入ってきているんですけれども、その例えば黒が濃くなったとか、このワインの部分の色が濃くなったとか、そういった色味の変化っていうのは今のところあまり感じてないです。おそらく動画でもそんなに出てないんじゃないかな。それとも気づかないだけで変化しているのか。とにかく私には今のところ色が濃くなったなみたいな変化は感じてなくて、とにかく傷が結構増えて目立つようになってきたと感じています。リス仕様のナローサイズのワインの使用3ヶ月のエイジング記録でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。